はい、ダブルゼータですが、最後はですね、自動アーシタはルールカと木星に行ったんでしょうかね。ちょっと最後よく分かんなかったんですけど、また木星で、物語があるのかなと。もともとシロッコとかですね、木星帰りの男っていう、設定だったかなと思いますけれども、